よし。あ、うん。ちょっと下向けておきます。椅子の方でいいですかね。どうぞ。椅子で。お客さんいるから、まえちゃん。はい、はい、分かったよ。動画は食事中は結構厳しいんですよ。特にやり取りがないからあのコメントとか。はい、いらっしゃいませ。失礼します。これ1個ずつけませんか。あ、いいですね。いいですね。あ、すいません。はい。つくばうどん2つと、はい、あとこの焼き肉付きを1つこれつけてください。はい、わかりました。あ、それとですね。1皿でいいんですよね。え、1皿で。はい、あとあの今これあのビデオで録画しながら走ってて、あの自分たちが食べてるとこだけ撮ってもいいですかね。あ、はい、大丈夫ですよ。はい。生放送だよ、なかったね、今。よいしょ。お客さんも今いないですかね。一応 OK です。他の客さんもいないし、ただこれ読み上げどうするかなんですよね。一応 PC から小さめに流しとくか。このコミュ番号で252。あ、そっか、その手があった。まあそれぞれが見ればいいっていう話はある、ええ。そうそう、私も iPhone にあの iPhone のこのコメビュー用にアカウントを昨日見取ってきたんですよ、そういや。ああ、そうか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 。iPhone であのコメントが見られるようにステアカを取りました。立ち見、それ面白いですね。どうだ。あ、そうか、じゃないの。昨日作ったアカウントです。アナーキサドルは長時間向き、味よし景色よし SKY って書いてある。メニューどんなのあるかな。これはいいな。メニュー、それたまりますね。頼んだのはちょっと待ってください。そう、2個目か。ようやくしてろよ、ちゃんとしてろよ。iPhone で、いや、iPhone はただ単にあのネットにつないでるだけです。一般です。当たり前だ。
頼んだのはこれ。これ。協力しろ。プラスちょっとおにぎりなど頼みました。どうに、まあ名物ですからね。値段のことは言われるだろうと思ったけど、まあ気にしない。だから高いとかはっきり言うなよ。それは普通のところに比べたら。てかあんまりこういうことやり取りしてると動画しにくくなるな。実際このやり取りがない場合でただ黙々と食ってる食事風景って動画的にはもう本当に見るとこないんですよ。黙ってるんで景色も流れないし。で私はちょっと顔洗ってきます。個人の店みたいなところもいいですけどね。でももう駐輪場を探すのめんどくさかったんで。あ、お仕事ない。これ持ってたんだけど。いや、顔、それは顔。ラグがすごいね。カレー臭ポイント。つくばうどん。つくばうどん。別に。今日は32キロかな、今のところ。七味。七味。ちょっとここ画質上げとこう。よいしょ。お客さんも来た。あ、そうですね。はい、はい、どうぞ。おはい、はい、はい、ごゆっくりどうぞ。結構でかいですね。予想外に量がある。でかい丼が。丼が深い。で、あとおにぎり追加。もういいじゃないかとかいうのはちょっともう古くなりつつあるかな。
特に使っていたかった別に変わらってくるのもいい。もう乾き始めたんで、もういいかなと。葉っぱ三つ葉じゃないかな。また太るって。秋おにぎり漬けか。まあ実物見せた後になんだけど。実物の方が綺麗に映りますかね。彦摩呂っぽくて、彦摩呂さんの言い方知らないんですよ。そうですね。でね、醤油ベースだと思いますよ。いや最高的だと。宝石箱か、それか。じゃあいただきます。あ、風が気持ちいい。ここいや全然出なかったんで、そうバサッと落ちたら大変だなと思ってたんですけど、いただきます。プラス300円でこのおにぎり皿がつきますね。よいしょ。こうすれば同時に入るかな。うどんの硬さは割とノーマルな感じですね。硬くもなく柔らかくもない感じ。てかあれだ、連絡船のうどん。何それ。のイメージ。ちょっと入った。博多うどんほどあのふにゃふにゃではないかな。クリメリポーター。ケーブルカーこの後乗るつもりです。水梅、年収500円以上。入れます。サラダうどんも、あ、そうそう、固めのうどんも私好きなんですよね。たまにだしベースのうどん恋しくならない。だしベース、あ、どっちも好きなんですよ、私は。どっちもいける感じ。こうか。こういうのもいいな。ふつべし。えぐり込むように打つわけだ。なるほど。つくばうどんのつ。つくばうどんのつ。つくねですね。つくば地鶏のつくね。あと、くはつくばさんの黒野菜だそうです。どれ黒野菜って。で、つくばうどんのばは、バラ肉。ポークのバラ肉。黒野菜って、はいはい、これ海苔だよな。
そう、バラ肉の場。Z さんの年収はですね、私500円以上だと思うな。500円よりは。いやいや、多め。いやいや。ちょっと生きていけない。今日の支払いで2年分を組まないといけない。そうですね、2年分の。音量どうですかね、我々が喋ってるの聞こえないですかね、あんま。だったら音量調整して、棒読みを少し遠ざける。あ、大丈夫ですか。おお。かっちゃん、まあまあ、まあそう呼ばれたこともある、過去に。母親から。うん。そう、胸にスカイプ。プはないが。バラに。あ。バッテリーが結構早く切れたな。あとで取っ替えます。外部バッテリー、PC とあと GoPro にも給電してます。そのウェア、そう、前放送でアンケートで決めてもらったやつですね。おにぎり付き1000円あったっけ。青いです。私はレバーあんま得意じゃないんで大丈夫です。ああ、こっちか。いらっしゃいませ。ロボさん、しっかり自転車焼けしてるね。そうだね、天気でよかったですね。暑いよ。昨日は北海道も30度。北の方が暑いらしいですよ。どんぶりだったのか、カトキチネイトおにぎりになったんだよ。なんでもおにぎりつけるんだよ。あら、俺もレバー加熱しないとダメ。奥の壁、おにぎりつけ。ミニトンカトキチおにぎり。焼きおにぎりもエブスっぽいですね。私はどうかな、結構残りますね。足首がもうどうしても残る。うん、足首は消えないですね。あれか、下の方はあんま消えないですよね。なんか上のよりも焼け方がはっきりしてるから。あ、どっちだっけ？ゴルフは左手だけでしたっけ？両手だと自転車なんですよ。そうですね。と会社の人に言われた。焼き、今、つくばうどん。丸一年焼けっぱなし。こんにちは。読めますか。読めますよね、もちろん。そう、黒野菜が謎なんですよ。どれのことなんだろう。どれもないもん。ごぼう、しいたけ、里芋なんじゃないですか。これが 黒系なんですかね。そういうことなんじゃない。それ以外はありえないですか。あ、書いてあるんです。ちゃんと読んでなかった。いやいや、黒野菜まで読んで括弧の中は見落としてた。そう、兄ちゃん、葉野菜。私の腹の中はですね、赤いと思う。この間400キロのブルブで、うん、プレスポの人がいてね、
で上が T シャツで下がジーパンで、で素手だった。それはそういうスタイルですね、うん、すごい。ちょっと近所のコンビニに行ってくるスタイル。ブルベ400キロですか？マウンテンバイクの人かって聞かれてますね。え、何がその人のこと、ね、いやいや違う違う、プレスポ。あ、そっか、プレスポって今最初に言われたんだ、うん、最後に根菜がたっぷりで、これ麺ばっかり食ってるとすごいですね、うんうん、腹いっぱいになる、うん、マリオさんは、マリオさんはのディスカバリーレバーですね。おにぎりどうしようかな、これお茶漬けにするか、まあそれぞれ食ってみるか。そう、難しいな、特色を説明することはできないな。これは焼きおにぎりだと、普通のやつ、これはうまい。椎茸のからし漬け、椎茸甘く煮てわさびで和えてる感じですね。あ、わさびか、あ、からしか、からしだ、からしだ。この付け合わせの漬物、なんかこれ椎茸ですよね、多分。椎茸甘く煮てからし漬けだかわさび漬けだかにしてあるやつがうまい。あとヘルメットの場合だとおにぎりつきそうだった。おにぎりは割と、うん、じゃあ残りはお茶漬けにしよう。バランスを取るためにちょっと汁減らさないと。どうだろう、生で売ってんのかな。いや、売ってんのかな、そもそも。そんなの売ってないでしょ。うん、おにぎり、冷凍焼きおにぎりお土産に。こんなのかな。よいしょ。今日は暑いでも今ちょうどいい風が当たってて、ここはかなり気持ちいいですよ。この醤油が強くなくてうまいな。うん。この塩は結構なんかあっさりしててうまいな。あ、そうだ。写真写真。最近写真忘れがち。博多は、博多はだしじゃないかな。関西系の。博多はごぼ天うどんですよね。私もそう思います。ん？全体そう、冷凍うどん、うん、うどんは冷凍のやつうまいですよね。現在地、取り込んできたヤフー地図、うん、ごぼ天ぷらのうどんが博多では結構人気だと思いますよ。博多うどんの中では、うん、ワンワンランド、あ、本当は乗ってる、一番でかく乗ってるワンワンランド。
いや、ワンワンなんとかは有料施設なんで入りづらい。焼きうどんってあったっけ？焼きうどん。あ、そうですかね。私焼きうどんあんまりイメージないな。うん。レバ刺し。新しい自転車か。あ、二番目の。どういたしまして、何のことだっけ。笠地蔵か。ビロビロのうどん、ビロビロまでいかないけど柔らかめですよね、かなり。トロイの木馬みたいな犬の、焼きうどん北九州、うどん巡り前やった、あのホームページのレポートにうどん巡ったやつあります。1日8玉食って腹が破裂するかと思いました。うん、こっちだったやっぱ操作性こっちの方がいいような気がする。そうですか。なんかレスポンスが全然いいような気がする。あの表示までの時間ってことですか。今これ地図どのぐらいの範囲か。もうあのこの筑波山から土浦あたりまでだけです。あ、じゃああれかファイルサイズが小さいのもあるのか。百何十メガぐらいですね。あ、今関東全部入れてきちゃってやろうと思ったんですけど時間かかりそうだったんで、間に合わなさそうだったんで入った。でも麺の硬さで言ったら富士吉田うどんですよね。あれはなんか別格ですよ。あの歯ごたえがある、あの弾力がある構造じゃなくてガチガチに近い。あの初めて食べるとあれこれ茹でてやるのかなとか、ちょっといやそこまではないけどちょっとびっくりしますね。腹いっぱいになりますね。ごちそうさまでした。山の中湖とか富士吉田のあたりですね。焼きうどん、あ、いやメニューとしては知ってるんですけど、名物とか土地のものってイメージはなかったですね。なんかあの日本のナポリタンみたいな感じ。あ、そう、トイレちょっとびっくりしますよ。オープン、そう、トイレちょっとびっくりしたのが、もちろん完食です。残すか。ちょっと開放的でびっくりしました。でもこれ掃除しなくて良さそうですね。まあ、もちろんあの、リトルジョーの方だけなんですけどね。日本のパスタ、うまかった。そう、小さい方です。見つけてね。7月3連休あったっけ？いや、考えてないです、まだ。じゃあこの後バッテリー交換して、でヘルメットかぶったままケーブルカーに乗って山頂へ。醤油味か。もちろん見られ放題ですよ。カフェはもう
行かないの？どこの山に登るんですか？カフェ、あ、いや行きたいんですけど、ま、どうだろう、食後にデザートに行きたい。ケーブルカーって車内が斜めになってるんだし、車内であれ、そうだっけ、そうだっけ、うん、ああ、そういえば昔の田舎の駅のトイレは見られ放題だった。ああ、やっぱそういう感じかな。祖父つはちょっとこの辺りヤフー地図あんまり向いてないな。いろいろなんかディテールが潰れてしまってる。日本、洗濯ってことはあれか、全部洗い流してしまうっていう、うん、クライマーですよね。いや最初個室しか分かんなくて、何言ってんのかなと思ったら、ね、横見たら隣ね、私も最初あのトイレあのとか都の方に目が行って、よく見ると目の前にあるからじゃあしばらくちょっとコメントはあの対応できなくなります。1100円ですよね。マイクだけ入ります、まあ、映像も流れてるけど。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。じゃあ、じゃあまとめてお願いします。からし椎茸、さっきのあの美味しいって言ってたやつだ。スクパウドも2つとおにぎりですね。2200円、はい、ごちそうさま。はい、ありがとうございました。すみません、ちょっと今コメント見えてないです。ミルクパンナちゃんいいのかな。で、さっきのからし椎茸はどこだ。こっちにはないな。じゃあちょっとあのバッテリー交換してきますんで。じゃあここで棒読み出します。でもケーブルカーに乗ったらまた止めなきゃいけないんですけどね。音量を50でいいか。よし。2000終了？2000とは油、いかにも。よっ、ちょっと今PC をこうして、あ、でバッテリー交換しなきゃ。あ、難しいな。ちょっと映像は
不自由な状態でお待ちくださいよ。そう、エナジャイザー交換。今日はこれ、へたってる方のやつ先に使ったんで、もう切れちゃったんですよね。まあ、それでもこんだけ持つか。カーテンの向こう、ちょっとプライバシー的に良くなかったか。もう一個のエナジャイザー。これエナジャイザー切れた状態からだったらもう2時間ぐらいしか持たないんで、本体 PC とか GoPro もよっと。電池依存、そうですね。そう、パソコンに充電できます。ただこれ、あの付属ケーブルだとダメなんで、あのこのパソコン用の AC アダプター丸ごと買ってきて、それの端子のところだけしのぎで使ってます。結構もったいない使い方、オタクくんでございます。でこれでこっちに収納して、いくら、ですね、このバッテリーは16,000〜17,000ぐらいかな。ちょっとあのマイクのケーブル整理するために一旦切れます。これで復帰のはず。燃料電池してほしいですね、早いところで。バッテリー高いですよね。わかったわかった。よいしょ。そう、これのこのルークス U っていうパソコンの端子が特殊で、あの端子だけ売ってないんですよ。秋葉原で散々探したんですけどね。なんで仕方がないから互換アダプター丸ごと買って2,000円ぐらいだったかな。で本体は使わずに先端だけ使ってます。おっと、あ、そうだ、 GoPro もあと2時間か、メディアがハブダイナモが一番現実的なんじゃないだろうか。ハブダイナモで賄えるのは GoPro 賄えるかもしれないな。 PC はちょっとまだ無理ですね。それで、ポタファイのバッテリーどうするかな。上まで行ったら切れるような、多分。ハブダイナ持って自転車で。あ、そうだ。この中に入れてしまうか。ハブダイナもそうですね。ただまだ厳しいと思う。あ、そうか。GoPro の方にも、難しい、悩ましい。確かこれまだ持つ方の電池だよな。よし。とりあえず山頂に行って戻ってくる間持つこと期待しよう。ダメだったら GoPro と電源シェアすりゃいいか。ビアンチ、よし、じゃあこれでいきましょう。いいか。大容量バッテリーに充電するようにすればパソコンもいける。大容量、でもあの明らかに消費の方がはるかに早いですからね。お、人のツーリングアップル、そう、バイク見てたんじゃなくて、そのツーリングアップルを。ガーミンの取り込みはですね、ガーミンのファームウェアをあの保証が効かなくなるパッチを当てなきゃいけないんですよ。そのリスクはあります。で、がガーミン的にはですね、あの、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、あのGoPro 純正の地図がこの衛星写真重ねサービスの方のこの自由に取り込める地図によって売れなくなるっていうところあると思うんですよね。1万何が最近、あのよくあちこちの自転車ホストで貼られてるあの安いバッテリーのやつ、あれって USB の足半のやつ使えるんですけど、そのあたりちょっとややこしいです。めんどくさいです。頑張ってましたね。まあ、とりあえず
GoPro 本体を、まあ、iPhone でいうところの脱獄して、で、別に取り込むのを使って、GoPro、iPhone、iPhone、iPhone とガーミン、iPhone、いや、iPhone も関係ない、iPhone も関係ない。でも脱獄よりはあの黒さは低いと思うんですよね。あと日本語フォント入れることに関してはもうそれは全然問題ないはずなんで、それはガーミン自体が機能として持ってるんで、本当前に比べたら自由になってますね。うわ覚えてないな。全国地図とかどのぐらいの容量なの？容量どうかな。多分国土地理院のデータとヤフーの地図のデータそれぞれで、あのスタマスタルだ。多分32ギガのメディアに少なくとも片方は入りきるはず全国。マッキンタマスタレ。ラグは大きく出るかもだけど、自宅サーバ経由でスマホ使って配信に火薬。スマホ配信。はい。あとだね。さっきに挙げた日米国旗ですね。ガマ工場保存会。こっちはアメリカ。あ、日米国旗にサーモンにたり。うん。あ、日米。ハマの油売りつくば。日米友好ってね。みたいですね。あとあれは南京タマスタレじゃないんでしたっけ。そういうこと。花火師が集まって花火を競うわけですね。花火を競うわけですね。筑波さんガマ。ゴムダレ。ゴムダレ。尺玉上がる。尺玉上がる。ドドドンドドドンドドドンドドドドンドドドンドドドンドドン。結構柔らかいものなんですねあれ。で拍手できない。たった4日続きで夜も眠れず。おお、カメラ下げてくれ。よいしょ。何してくれって。あれちょっとやってみたいんですよね。ケーブルカーどっちなんだろうな。覚えてねえ。画像が何来てる。あれケーブルカーは登って左とか言ってましたっけ。タマスダレア。タマスダレア。ロボさん、子供の頃に来たことあるの。子供じゃなくて10年前に来たんです。大人になってから20分間隔か。え、今ちょっと待った、今何分。27分。照準が消えた。照準。記憶がない。そう、10年前の記憶がない。照準が消えたっていうのはどういう。え、こんな離れてたっけ。ケーブルカーまで5、6分。40分乗ればいいのかな。ちょっと遠いですね。うわ全然覚えてない。あれ前店で昼飯食った後にすぐケーブルに乗らなかったっけ。歩いた覚えがない。大人になっての10年前なんて、ちょっと前のことなの。ちょっと前ですよね。ロボさん、有名声は中身でしょ。なんでだ。ちょっとじゃあ今ここ一旦落として再立ち上げ。でも iPhone ももう切れそうなんですよ。あと 15% 何がよ。中二病の定義何でしたっけ。あの自分が偉大だということを前提に話をするみたいなニュアンスだったかな。で、あのなんか最強設定みたいな。うわうまく説明できねえ。分かるし。なんかうまく表現できないな。ブラッディクロスってなんだっけ。
ブラッディクロスはあれ初めの一歩だったっけだよな確か。新型うつ病とかもそんな感じだよね。新型うつ病ってあるんですか。新規はあるのかうつ病に。メダカいないの。メダカですか。何かピーピー言ってる。ブレーキ音、ママチャリとかの。ママチャリとかのやつはもっとけたたましいですよね。あ、上りが。お金払うのにこんなに登るのか。そうですね、お金払ってケーブルカーに登ろうで登ろうというのに。階段多すぎ、笑。覚えてね。これ実は昔は。私が来た10年前はケーブルカー片道570円だと聞いています。ロープウェイの方で行ったとかじゃないですか。いや確かケーブル、こっちに降りてきたはずなんですよ。ロボ3号プロの Wi-Fi って大変に使えるかご存知ですか。はい、どうでしょうね。あれまだ出てないから分かんないと思うんですけど、ま、だ厳しいんじゃないかな、ま、電源的にも。んママチャリを正確に言うと整備してないママチャリかな。あった。ようこそか。筑波山ケーブルカーカーで終わってるのかな。絵じゃなくて。あれがウィナーズサークルって言うんですか。あの。そう前来た時冬でですね。山頂あたりが雪とか氷でカチカチだったんですよ。そこを歩こうってんだから。正気の沙汰じゃねえ。実際山頂であの岩の岩っぺりに立っている人見て正気かって思ってました。マイクずっとぶら下がりっぱなしだった。 Every 20 minutes ケーブルカーデパート。ケーブルカーが出るのがですね、雪の大理石って時点でもやばいですね。どうだろう、うん、混んでそう。あと氷屋さんがえらい繁盛してる。行きます。うん。うん。あるみたいですね。でもあれ電池持たないんだよな。あと私が今使っているあのハウジングなしの GoPro よりも重たい。私のこのハウジングなしの GoPro が 100g 弱。でビクターのやつは 130g でしたっけ。そのぐらいの差がどのぐらいいくかわかんないけど。私はハウジングつけて 170g になると耐え難い。一人だと割とそうだな。お、自販機か。往復1,020円。あ、映像来てないですか。今ジャンプで往復の1,020円を買いました。スロースとか結構するのねって言ってましたね。あ、電波かな。電波っぽいですね。上に行って改善しなかったら
まあ GoPro からいいか。停止がよくわからない。ちょっと PC 開いたまま乗り込みます。駅の看板、なんか言われるかな、カメラ上につけてたら。あ、鯉だ、鯉が。ああ、はい、 M 字型の切れ込みが入りました、チップに。ああ、本当にケーブルカー乗ったんだっけ。丸々駅、GoPro つけたまま。1020円って響くな、車内響くな。1020円往復響くな。おい、あ、今ちょっと映像を聞き始めたんじゃないかな。こんな音は長くないじゃないですか。下見ていくときは、でもこの角度来ましたよね。高尾さんそっくりだな。虹、ちょっとカメラ上向きすぎか。今復活してますよね。宮脇あ、はい、風帰らないかな、結構暑い。あ、そう、見捨てろよ、トローリー。おお、これが FM エリーだったらな。出発までまだ3分あるから、ここで FM エリーを試してみましょうか。 FM LE ん、画像音声かな、聞かえテスト。あ、ラグひどいな、ダメっぽいなこりゃ。でもないです。でもできたとしても改善はしないんですよね。はい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 、アウト。そうない的にはこっちに。ええ、はい、ダメでした。昼寝、いや今日は大丈夫かな。行きのリンコン電車でなんか死んだように眠ってたけど、今映像行ってますよね。さあ、はよはよはよ、おとなしい40分。客、いや、でもまだ割と乗ってきてる。車載。更新、今行ってるはずです。でも不安定ですね。結構増えてきました。いいよ、じゃあ一番前行きなよ。このぐらい向けとか、このぐらいか。ちょっと、そるから行こうね。こっちの。一番前立ってよ。大丈夫か、足がぐがぐ。で、でも黒部、まさにトローリートロリーバスでしたっけ、あれは。
店主はさっき の食事食べたところの駐車場に置いてあります。はい、カップルカップル。なんでこんだけの重さなものやったらどのぐらい負荷あるんだろうな。夜景のためか。僕最後にケーブル乗ったのは約2時ですよ、あの山田屋のうどんが先か。あそこですか、うん、うどんが先か寺が先か。そう茶番で濁したのはあそこじゃないでしたっけ。あそこは行ってるんですね。そこは行ったんでしたっけ。そして山田屋うどんの薬理寺。薬理寺は特になんかネタなかったよな。もうそろそろ出ますね。ロートギアスって、え、そんなローカルの、あ、今なんて言ったなんて言った。おっつつ、GoPro 思いっきり当たるなこれ。こんなテレビ。静かだ。どうした？何この静けさ。ケーブルか。まるでまだ止まってるかのようにゆっくり進み始めてないな、ないな。進み始めていません。そうつけてるの。頭出してるの。あ、もう一遍なった。今度こそ真の締め切りか。よいしょ。ちょっとこれ、GoPro が激突するとレンズに当たると本当にやばいですよね。このレンズ何の防御もないから。BGM 流れてますね。よいしょ。こっち側だと本当になんか目の前しか映らないですよね。携帯で。おう、どんどん速くなってきた、速くなってきた。やっぱり反対側映してる方がいいな、人を通過しながら。あ、画像ダメ、あ、本当だ。電波来い、電波来い。GoPro だと広い範囲が映ってるから、人の顔ができるだけ映らないようにしないと。何でしょうか。二人は、いやいやいや。標高差およそ500メートルの峠と序盤に巨木の中を抜ける変化に富んだ動画。ゴムとかですね、そっちじゃないと。もう耳がスッとしてきた。クマちゃんは不明感として集まりており、西の富士、上がんないですね。あと急に眠くなってきた。このエレベーター、あー、いや、音だけしか言ってないみたいです。細くはつながってるんですけど。あ、ゼロに落ちた。一応エリア内なんだな。GoPro だとかでこの辺りが邪魔になるかな。反対側音声が、あ、今音声復活したかな。お、あ、ダメか。
夏は自分市山入り、秋は林道大根地蔵へ向かう。うん、よくないですね。上がんないな。あと眠くなってきたな。前人も多く残っております。中腹の筑波山神社拝観地区は門下赤松などの林道樹林と秋の新緑の洋式紅葉樹林が標高 600m 台になりますと、ハイベルになります。今日は標高 600m 台になります。眠くて、すれ違ったのに GoPro で映ったかな。いや、あれでも今どうやってすれ違ったんですかね。いや、ここだけ、ああ太くなってて伏線があって、ケーブルカーってだって滑車でしょ、こうなんですよ。だからあんまりエネルギー壊ないで、なるほど、必ず真ん中ですれ違うんですよ。ああなるほどなるほど。いやちょっと今眠くて目つぶってて、ふと気がついたらなんかケーブルカーがすれ違ってた。何と言いまして、蛍光灯がついた。あ、さ、途中トンネルありましたね。そういや図の中にケーブルカーの。あーあったあった。ちょっとネズミだと思う。ああ。あそこからチューンってこう乗ると落ちるやつ。あのウォータースライダーみたいな。うるさい、そうか。あ、復活してきた。復活してきた。ロミー。あ、落ちてきた。うん。結構涼しいですね、今。で、電波来ないな。画像が、さっき途中電波来たんですけどね。あとさっきから作業員の人が妙に車外にいるんですけど、足場に立ってたり、作業用泥みたいな、あの山道のところに立ってたり。ハイライトなのに動物よけが貼ってありますね。あ、でも作物作ってるわけでもないのに入ってこられると困るんですかね。うん、これ違うんですよね。あ、本当だ。細い針金が。ゲームカー撮影のコマ展望台があります。コマ展望台には食堂、売店がついたのかな、これは。まもなく標高800メートルの標高800メートル、800メートルなんだっけ。お忘れ物のご在庫をお支払いください。で、電波がほぼ来てない。
すごい意外、僕も 300m ぐらいだったって言ってた。800ってそんなに…え、今いつ…さっきスカイツリーがありましたね、サインありました。へ、じゃあ今や、裏矢光ぐらい登ったってことか、これで。じゃあまあ570円納得。まあ自分で登るのと比べれば安く感じますですね。電波復活しないかな。おお涼しい。これ本当に標高で涼しいのか。じゃあさて、全然来なくなったな。ああ、そうそう、でもこんなとこだったな。こっちは覚えてる。ああ、ちょい霞んでるな、今日は。そうそう、結構あっちまである。全然ダメだ。繋がってはいるのか。駒展望台。電波が届かねえ。あるはずなのに。っていうか1キロバイト、1キロビットとか0キロビットとか出てるのに。あれこっち3本立ってますよ。なんだろう。ああ、千葉で震度3ですね。ちょっとつなぎ直してみるか。よっ。で、電波来てんじゃないですか。来てます。いや、だって今見れた。ああ、こっちの、ええ。いや、全然放送に耐え、あ、どうだ、どうだ、どうだ。おお、来てる、来てる、来てる。あ、来た、来た、来た。おお、来たな。と言ってもやっぱ細めだな。一瞬動いた。あ、来た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 。あ、安定した。一瞬だけだけかもしれないけど大丈夫ですかね。じゃあここはせっかくの高いところなんで、ここさっきアナウンスがあって、途中看板もあったんでびっくりしたんですけど、いつの間にか標高800メートルですよ、ここ。一体標高何メートルから登ってきたんだっけ。さっき我々が下から登ったのが200メートル分ぐらいですよね、多分。100もないぐらいじゃないですか。100何十メートルぐらい。涼しいです、結構。で、前この辺りが来た時に雪で覆われてました。で、あそこの階段ずっと登ってて山頂に行くんですけど、2分の1。なんか結構いいですね。さっきずっと繋がらなくなってたのは何なんだろう。じゃあコマ数落ちますけど、景色のために解像度上げます。で、画質重処理にして、で、どうだろう。あと眠気、さっきですね、ケーブルカー乗ってる時にだいぶガムの油は下の方にいっぱい売ってました。フレームレートがログオフ。下のマス目これから見ます。ちょっとあと炭酸の冷たいやつ飲みたい、眠くて。
さすがにこっちは高くなってますね。缶ジュースが150円で富士山に比べればすげえかわいい超かわいい。350が、いや350が150円です。まあこんなもんですよね。お？来るか。あ、ケーブルカーって言ってるのか。ケルカーって何回と思ったら20分単位だから分かりやすいですね。そう、紙芝居レベルです。ちょっとこれから景色見ますんで。前むちゃくちゃ寒かったんですよ、ここ来た時には。銀行しましたっていうか自転車持ってきてないです。あ、田上さん家のつくばうどん、つくね、黒野菜、バラ肉、れんこんうどん、麺は霞ヶ浦特産のでれんこんを使用したれんこんうどん、かっこれんこんパウダー入れ、牛久大仏、芝の方だと思ってた牛久大仏。っていうかよくマイク落ちるな。あ、我々が来た道も見えるじゃないですか。ん？どれですか？あのあれですか？あの線。道路じゃないでしょ。ちょっと霞んでしまってるけど、まだ見えるな。あっちの方、ですね。聞こえてますよ。あの岩肌見えてる山、聖駒の方に見えてましたもんね。岩肌、ああそうですね。だからあの下の市街地から来たんですよね。うわ、この画面じゃ見えねえ。この辺り、この辺りかな。この辺りにあの田んぼの中を黒い線が走ってて、多分あれを走ってきたんだと思う。あ、逆方向、反対側か。さて写真撮っとかないと。よっと。おお。これの大体どんぐらいかな。3分の1か4分の1ぐらいの労力でこの景色を金で買いましたね、私は。自転車で途中まで来て。あとは金で買った。スカイツリー、いや距離的に霞んで見えないと思います。今日は仮にこっち側に見えるんだとしても、山頂はどうしようかな。ちょっと時間かかるもんな。てっぺんまではちょっと、そう、金で買った。この景色を金で買った。そこになんかあのミリタリーオリーブドラブっていうんだっけ、ああいう色、軟弱もの。セイラさんか。うん、なんか
あのフレーム、え、小売りには時間を、夢を、景色を、景色を、肉眼でこのぐらいだから放送だとかなり白いですよね。しかもなんかあの水没してもう白くなっちゃったウェブカメラだし、ウェブカメラ買い直すかな、どうしようかな。んー、よく見てると長谷川ストアって焼き鳥弁当の長谷川ストアですかね、豚肉の焼き鳥弁当。風は無風かちょっと吹いてるぐらい。パラグライダーは樺山の方だからこっちには多分いないと思うんですけどね。空はそんなに、うーん、青空もあるんですけど空気があんま澄んでないですね今日は。まあでもいい眺め。え、あれ函館と根室だけなんですか。根室駅前のは食ったことあるんですけどね、なぜか鶏肉は入ってないのに焼き鳥弁当。まあうまいですけどね。山頂の平均年齢って、うん、ウェブカメラ、そうですね、確かにウェブカメラ台の10分の1ぐらいは使って、10分の1もないか、使って登ってきた人間ですからね。トムさん、あれに登るのただだ。あ、そうですね、山頂まで歩くのはちょっと厳しいかなと思ってたんで、これで濁しましょうか。これで登頂、これで濁す濁す。でもこれ途中で何か買わないと上まで行けないシステムだったらどうしましょうかね。そう、てっぺんは無料かもしれないが、あとは入場無料、出場有料なんてネタもあることだし。逃げる、うわ。すごい、これはいいね。今いいなって言うと言いたかったんだけど、いいねやって言ったな。これ買える、青みに買える、1個100円。これ全部でいくら分あるんだろう。こっちもいいですね、こっちは高くて300円だけどよくできてる。ガラス細工買える、キーボードキー、確かに、うん、このキーボードのタイプはビッグ1001とかのキーボードかな。やたらとなんかあの高いという、高いってあの傘が高いというか、このゼニバイというのもいいな、ガマの油、あの手足が切れても大丈夫なやつ、この棚にあるもの全部くれ。こっちはあの伝統的な信楽焼きガマかな、あ、静止画、そう、じっとしないといつ映るか分かんないな、こりゃ。ヨタイさんですよねって、あれどういう意味なんだろうな。あ、これも良かったな。そう、ガマの油が名物で、それ関連のグッズも多いです。これは、あ、買った分、屋上でもいいでしょうか、高くないって私缶ジュース持ってるんだけど、どうしよう、飲まなきゃいいのか、持って行っても。よいしょ、結構これ最後の最後で簡単というか、はあ、はしご、おう、いや、どうだろう。おー、ちょっと缶ジュースを置いて、そうですね、展望台です、霞ヶ浦です、あっち。ちょっと曇って、あの空気が霞んでるのがちょっと惜しいですね。あ、でもこっちの景色もいいな、さっきよりこっちの方がよく見えてるな。ジュース、いや、飲まない飲まない、飲食禁止だから、一口も口をつけないぜ。あっちが霞ヶ浦、私はまた誤爆か、何回誤爆してんだって、どれか分かんないけど、霞ヶ浦、うん、目の前にゴルフ場がありますね。よ、
三浦で、あっちがつくば。つくば。え、あ、つくばが。これがつくば市街ですよね。あの。ああ、ちょっとごちゃっとしてるやつ。これからあそこに行って、あそこから輪行して帰ろうという三段です。三段。市街地はあれか。牛久大仏はどこ？あ、これ動いてる。あ！今電柱が倒れてってると思ったんですよ。私もなんか朝からちょっと足元がフラッとするな地震かなと思ったら。あの、そごうの屋上みたいな。あ、しかもこれ動きが完全一定じゃない。ちょっと人が動くと影響を受けてる。ペデストリアン回ってます。わかりますか。びっくりした。わかりますかね、動いてんの。おじさんが今気がついた、言われて。あ、確かにあの霞ヶ浦の方に首回さなきゃいけない量が増えた気がする。私が回ってる。じりじり風力、風が強い日には危険ですね。駒っていうのはそういう意味なんですかね。回る舞台みたいな意味なのかな、駒。おー、さっきから私は一歩も歩いてないのに景色が変わってきた。動力、電気はいっぱい来てるんですね。ここてかやたら電線多いな。地球は自転してるからって何が。リンリンロードはあの辺りの道かな。ちょっとここからだとよくわからないけど、どこを軸に。うん、なんか動きが不安定ですよね。クッときますよね。ぐるぐる、なんかモーター音はさっきから下で聞こえてるんですよ。おー、あ、よく見たら山頂雲かかってじゃないですか。なんかどんどんかかってきた。あそこのあの鉄塔消えちゃってますが、上半分いるんで、それ嫌だな。すぐそこに雲がある。おー、雨が。そうですね、いつ来るか分かんないな。動力参加回すのはちょっと営業時間中は頑張ってください。うん、これ無料とはやりますね、この土産屋さんで。反対側のさっき見た景色が見えてきた。この階段ってなんか閉められるんですね。なんでこうなってんだろうな。あっちもだ。もうちょっと、いや、あんまり早く回られると怖いな。今ただでさえですね、たまにあの加速度が分かるんですよ。あ、ちょっと遅い、あとちょっと早くなったっていうのが。雨降ったら、でももともと屋根つけてても良さそうなもんですけどね。あ、平井死んだ。はい、怖い。小人が動かしてんのか。ラチェット好き？女体、ですね。あれ？どうだっけ？あっちが女体山かな？確か高い方が女体山だったと思うので。で、こっちのすぐ近くにいるのが男体山だったと思う。確か。てか肌寒。それ聞こえてます？昼寝にはちょっと寒いな。なんてくれなくても。そう言うなよ。さっきよりもこれ木が隠れ、あ、木で隠れてなくて綺麗だな。待て待て。寒い。
だからウィンドブレーカー持ってくるなんていうのは全然気が回らなかった。寒っ。うん、いや、わからなくな、本当になりますよ。特徴的なこういう地形じゃなければ。標高800あります。800あるみたいですよ、ここ。嘘だったらどうしようかな。でも、スカイツリーをもう超えてるって話だったんで。うん。あ、聞いたことないな。今、なんだろう。みんなここに。何しに来てんだろうな。皆さん放送しながら来てるわけじゃないし、叫びに。そう、意外とあるんですよね。見たところ、これコンピュラさんのあの 奥のなんとかだっけ、奥の方のあの一番高いところから見た景色とそう変わらんけどな。でコンピュラさんあれで人力で上がりますからね。うん、始発、そうですね、もうちょっと早く来られたかもしれないけど、私は上野駅の中で乗り換えがえらいことになって、帰りはあの筑波駅から秋葉原経由で帰ろうと思ってます。寒い。な、入りますか。あれ違うよ、さっき。ん、なんかバーエンドみたいなのが落ちてる、あの黒いやつですか。あれ何ですかね、なんかの足に見えますけど、はい、関係ないの、ね、あのあれがついてるものは持ってないと思います、私は。汗臭い。私はですね、汗の匂いはそんなにしてないと思うんだけどな。自分で嗅いでちょっとびっ、あの、あまりにしないんでおかしいなと思うことがあるくらいなんで、自分の汗臭さ感じたことがでもないんだけかな。あと、あの着替えの T シャツは1枚持ってきてます。汗臭いというか、あの汗臭いっていうことに関してこだわってる人がいるのは複数いるのかな、それとも一人の人が毎回書いてるのかな、後で調べようかな。うん、自分で分かんない人が確かにあるんですよね。スカイツリーなどをはるかに超えてます。かなりそのもんですかね。下の方も持ってきてます、一応。これどっから回ってんだ。まだこれ可動部分ですよね。建物全部、つまり入り口が動き続ける。いや、それありえないですよ。だからそこの階段のとこじゃないですか。ん、どこが回ってんだ。あれ、あ、上回ってる。え、どこが境界線。いや、これは ここが境界線だ。そこですね、そこのこの中のカウンターとこのフロアの中心部分の丸いエリアが地面に固定されている部分なんだ。なるほどね、分かんないもんだな。そう、レストランのフロアが回ってたんですね。で、フロアのに、そうそう、あの切れ目、すっきりした。ん、邪行様皇族。いや、ちょっとそれ勘弁。花野さん、まだ見えず。帰りまであと8分ありますね。何かあったの、これだけ。回された。うわ、なんだこりゃ。なんか混んでますね。何これ。目的地特になくてリンリンロード走ってただけです。え、嘘。まあ、お店に聞くこともある。そうですね。なんか帰りが混んでるんですけど、あと解像度戻した方がいいですね。うん、
え、ゴルコカコーラ、うう、炭酸液飲むと、あ、なるほど、うん、ドアを食った、あ、ちょっとあ、お願いします、ごちそうさまです、はい、うわ、なんかみんな吸い込まれてたけど乗れるのかな、でちょっときついでもね、まあ、うん、コーラは少なくともバッチリ冷えてた、だから息飲みできない、ふう、なんかさっきすごい並んでたのがみんな入ってしまったからもう乗ってんのかな、ってことは立ち乗り、というわけで久しぶりの、次はですね、さっきあのいろいろ行ってたカフェに寄って、いや、風返しまで今日登ってないです、収容力高いんですね、この電車。あ、本当だ。まだそんなにいっぱいいっぱいじゃないのか。6時か、今な。15分、あと15分ありますね。大丈夫ですね。あ、でも座りはしないんだもん。もう階段ですよ。ケーブルカー。あ、ちょっと厳しいな。ちょっと隅っこ確保しないと、視点が、すみません、あ、センチコガネ、センチコガネだった、糞虫です、ちょっと捨ててこよう、でも綺麗なんですよこれ、いや、ゴミじゃなくてセンチコガネ、すみません、虫ですよ、アンセンチコガネのでかいやつはすんごい綺麗なんですよ、あのメタリック赤紫、メタリックレッドパープル、いや大丈夫、生きてる生きてる、そうですね、そんなかぶってますからね、あと音で下げるか、でこれ PC 開いとこう、歩いてるの、あ、十分小さいな、これちょっと下げたら聞こえなくなるか、まあね、まあね、あ、そうだ、画質、うん、ちょっと座れないですね、ノーマンが3分ですね、で、枠終了までもあと10分か13分か、うん、斜めですよ、ほらケーブルが切れたらびっくりする、鎖は、いや、上り下りバランス取ってるから一緒ですよ、下るやつの力力っていうのかな、うん、まあ続きやるつもりです、次はカフェ寄ってつくばだ、カフェまだやってるかな、うん、あ、枠取りますよ、このまま取れたっけ、一応この降りてから、でも降りるまで何分かかるかな、つくば山頂、昆虫一年でいそうですね、鍵、まあ、あ、じゃあそのつもりです、ただ枠取れるかな、でやたら電波いいな、ハドさん未だ見えず、オープンエアは土浦市栃木に持って、いや、これどうやって取れるんだろう、この状態から、これで枠取りすればいいのか一応じゃあ枠取りチャレンジします、
エスケさんやってるな、玉川走ってるな。これで枠取れるのか、取る方法が分からんぞ。あと1分で出発します。出発したらもうこれ画面見てたら酔うな。下まで10分どうだっけな、これ変わりますかね。ああダメだ、現在の放送の内容をそのまま利用できないな。大丈夫ですかね。ただそうか、まあこれでこうしていくか。でこれでこっちからこうやって、ああ遠いとこ、そうここまで3時間半2000、うちからだと定期半使え、途中まで使えるんで2000円弱できてます。バク取り頑張るぞ。鎖屋さん変わりませんから、上りと下りが同時に動くんで。出発。ダッシュダッシュ、ダッシュ、でこれでテント さっきと違う曲じゃないかな、これ一緒かな。うおちょっと怖い。ファクトリーファクトリー確認する。すれ違う形で、これでいいかな。取れたかな、取れた。いやー枠取れました。予約枠これで安心。6時間か、3時間ぐらいのイメージ。どこでそんな時間食ってるんでしょうね、我々は。我々はっていうか私いつもこうですけどね。移動距離20キロぐらいですよ。20キロ、20キロに6時間。座ってるより景色いいな、これは。途中あのトンネルがあるんでそこで切れると思います。さっき途中切れたのと、あ、もう切れてる。途中電波ないとこありますね。それしても寒いとまでは思わなかったな、上引いてってんのに。こっちの映像も止まってるな、どうした。 GoPro が繋がってるよな。GoPro は繋がってるね。繋がるというか、あの動いてて、今ウェブカメラがなんか映像が止まっちゃってるんですよ。どうしたんだこれ。再生する。繋がらないな。あ、これから東京スカイツリー。取れてない。ありましたね、スカイツリー。今なんてもう150メートル以上下ったんだ。そうですね。
っちり撮らないと。作ってるな。おお。あ、それ、あ、歩きでやってる人たちいるんだ。お恥ずかしい。登りより歩きでやる人いるんですね。あ、繋がり始めた。どうかな。どうやって真ん中のケーブルを乗り越えるのかなと思ったら、ええ、自分のケーブルしかないんですよ。反対側はもう上がっちゃってるからないから、うん、ケーブルを乗り越える機会とか理解できてない自分の車にケーブルがついてるじゃないですか、ええ、であそこでこう線路がこう Y 字のところに合流するから、ええ、相手のケーブルを踏むんじゃないかなと思ってたんだけど、ええ、そんなことないですよね。ケーブル一緒に行っちゃってるかな。で、2本あるんですね。そう、だから2本のケーブルをまたぐっていうシーンはないわけ、必ず両方に分かれてるんですね。通信速度は出ないな。そう。そうだ。GPS って標高はずっと出てるから。GPS 何何？なんか今失敗してた。標高400m、もう400下ってる。そう、今の乗り換えちょっと大変かもしれない。今音は言ってますよね。でも上野駅でも私はえらいさまよったかな。宇都宮線は13番から15番線って書いてあったから、ずっと歩いて降りていって行ってみたら、次に出るのは8番線とか書いてあって、うん、そこではなく走って別の駅から。ああ、綺麗ですね。今標高は800からもう360まで降りてきた。はい、どこだ、低い、330、あ、10メートルぐらいずれてるな。こっちは空気ぬるくなってきてますね。でも標高300ぐらいなんだ下は。で、標高差が500メートルぐらい。ん？何ぐらい？あと3分か。到着。自虐ですね。うん。そう、ケーブルカーです。おや、すぐには出さない。はい、ご乗車ありがとうございました。進行方向左側のドアが開きます。ご注意ください。ドアが開きます。ああ、でも結構下でもそこそこ涼しいな。寒くはないけど。お疲れ様です。では、
次ワークでとコメントいかねー。さてあと30秒か。じゃあ切り替えに行くか。あ、間違えた。うわぁ、ちょっと油断すると眠いな、こりゃ。ん？配信ツールが固まった。これで FML が復活できるかな。あー眠っ。あそこにベンチが。あなかなか繋がらない。どうだな。うん。1分経った。ずっと真っ暗真っ暗言われてるに違いない。なんか最初繋がらないことあるんですよね。電波の問題では全然ない。わかんないんですよこれ。多分電波ではないと思うんですけど。まだダメなんですよ。あ、じゃあそこでやっていいですか。そう。何なんだろうなこれ。枠が取れたよ。音でか。繋がってくれ。起きた。じゃ
茨城地震来た。茨城地震？本当はなんか北っぽい。あ、違う。なななんやて、キッカー。これで行ったかな。どうすか、どうすか。ご覧の皆さん、どうすか。お待たせしました。なんか最初入る、ああ、転送速度が遅い。すぐ止まりましたね。移動するか。あ、今は。現在、あ、現在、ケーブルカー、ミヤワキエキ。あ、また上がってきた。今これで来てるかな。でもまたなんか止まってる。旅館復活。あ、プトプトやな。なんかコメントが、コメントが止まるな。ガッチャンさん、またカメラ変えたのか。オッケー。現在ケーブルカー宮脇駅安定してきた。おしゃれなカフェ。でも止まってるな。ひねりしたテーブル来たー。ふく、このテーブルの模様見てたら遠いたくなる。ふむれ、高画質。FMLEです。今回は暑いだろう。別枠にしたんでって言ってもこれ言ってないんだろうな今。ウロコステン、ああ。お、ソフトクリーム250円はまあまあ。ワールドカップはあちらで開催されてます。あちらで。とりあえず下って自転車のとこまではまず行きましょう。ランクインも読まないようにしてるはずなんだよな。絶対失敗してるな。昔と私は覚えてねえな。これいいキャメラ使ってますね。キャメラ、私はキヤノンのパワーショット S95 です。その前はあの富士フイルムの F31FD ってやつでした。ファインピックス F31FD。 ペンですね。ペンペンペン Z3 ペン使ってます。ペン。ソフトクリーム発見。ソフトクリーム250円はなかなか。ダッシュ村、前福島県のダッシュ村の近くのユースホステル泊まった時には地図にちゃんとあの書いてありましたよ。あの DUSH 村って書いてあって、ドゥッシュ村、ドゥッシュ村。んケロちゃん、ラグが駅の近くにあります。あ、ありましたっけ。で、場所によってだいぶあの転送速度にムラがあるっぽいですね。薬局のケロちゃんよりでかい。薬局のあそこでカラフルに輝いてるのあれなんだろう。えらいラグあったな。ラグがバッタモンケロ。ん？バッタモン。でここのあたりケロちゃんって言うかな。あれガマ村のカエルなんで。おお。ガマの油じゃないのか。そう、ガマの油ですね。これ左側のでかいやつが鈴で100円で、右に小さいやつがいっぱいあるのあれが幸せの鈴で150円。なんかあんまり納得いかないな。それ全部ください。全部。こちら2個付きなのか。自転車に鈴つけてる人いるよね。自転車にあれいいですよね。そんなに威嚇的じゃなくてあの気づいていただけるので。私のあの熊鈴使うとですね、本当にうるさいですよね。チリーンチリーンチリーンって鳴り続けるんで、あんなんで人混み走ったら怒られるな。自転車にぬいぐるみつけてる人いるよね。ぬいぐるみいますよね。熊とか、あとサルボボとか。無料延長8時までですね。あ、無料延長オンにしたっけ。鈴羽村市といえばあの人、羽村市といえばあの人、誰だっけ。
自動無料時オフになってる。危ない危ない、ありがとうございます。忘れてた、さっき操作中にあオンにしなきゃなと思った瞬間にまた忘れてたな。ドゥシ村の話かな。ドゥシ村でもまあ DUSH でダッシュとも読むような。無理やり私が茶化しただけで。さてポタファイの電池はどんなもんかな。ああまだ楽勝だな、このバッテリー下手ってない。で私はポタファイは G、 私はポタファイはああの鈴ですか、さっきのは。さっき通った時にあの鈴私は見てたかもしれないけど意識してなかったな。でかいな、でか鈴。でも鳴らすことはできないんですね、これ。歩行者に知らせるため鈴つけてる人いるね。そうですね、私はいいと思うな。私はで何よ、バランスよっ。ちょまげしてますよ。わあ、だから下り階段でなんで私はその左足が二歩先出るんだよ。でっかい鈴だな。階段で転ぶとかまた更新曲レベルだな。更新曲？リンリンロード。ああどうだろう、関係あるのかなあの鈴。なるほど、なるほど、それはちょっとなんか今説得力が少しあった。リンリンロードの鈴じゃないかと。チリンチリンロードって言うんじゃない。私もそうかと思ったんですけどね。本当かしら。どうでしょうかしら。羽村市の人、今日は玉祭みたいね。うん、あの玉川って書いてありましたね。さっき枠取るときにあの入ってるコミュニティの番組一覧が出るんで。玉川か、久しく行ってないな。ブラウブロ、ブラウブロみたいなシルエットって分かる人って分かるよな、当然分かるよな。皆さんブラウブロご存知ですよね。あれ MA ですよね、 MS じゃなくて MA。 ブラウブロとかビグロとか、あとあれなんだっけ、あいつのあの鎌持ってる、鎌持ってるやつの名前が出てこねえ。鎌持って、あ、ザクレロ、そう、ザクレロ、ザクレロ。ザクレロのあの鎌は戦闘用なのか。今日は観光要素が多くてこういうのもいいですね。あ、そうですね。普通に走ったらそのままもうゴールしてしまうんで。口、牙ついてましたっけ、あれ。あれ、口のとこどういうデザインだったっけ。お。さっきネルオットさん見たんですか。うん、ネルオさんが、ん？どこに？お、かわいいな。大根おろし。なんかマラリンクみたいな格好した人がいますね、パラパラと。傘。さっきあのケーブルカーの途中で、あの中間のすれ違いを撮影してるあの歩きの人たちがいました。さらなるから。石地。石地は今から見られますね。で私はちょっとまたあのオープントイレ行ってきます。水もらっちゃおうかな。ああ。シャリアブルですね。シャリアブルっていうのが乗ってるやつでしたっけ？はい。熊。小吉じゃなくて正吉、よく間違えるが小吉ではなくて正吉。あとこの左右下についてるのがこれサルボボ、道端でもらった正吉は。これ全然キャラクターとして私は育ててないんですけどね。そうリラクマでもなく。今日はちょっと入れてきます。グラブロ忘れないであげてください。あ、グラブロ、グラブロ、あれグラブロが海中でしたっけ。
グラブロデザイン結構色が好きだったな。じゃあちょっとトイレ行ってきます。ラリックマー一時違いで大変なことに。GoPro はあと47分か、そろそろ変えた方がいいかな。山頂の神社行った。おい、警備開始。ロボさんのネットはトップの方はレールになってんのかな。フォクスってどこの国のメーカー。水の音。今来た。トイレ中。その熊の中には発信機がついてます。ドイツだったかな。水をもらってきました。デコシャっていつものあの人か。フロントバッグをつけるとライトはどこにつける。キャメルバッグ。遠くから出るな。さてと、ジェット、スカイプ。フォクスは中国です。何を中国製品って言ってる人っていうの、どういう生活をしてるんだ。何が中国製品、何とかを中国製品のコメントを言ってるんだ。何の話だろう。フィールドフランスはよく知らない。ナスがあれは何とかエスパニアでしたっけ。ナスのウェルタスパニア。ウェルタエスパニア。スピーカー音量ちょっと。ビーキャスもらう？ビーキャスもらうとは？どっかで配布してるんですか、ビーキャスを。そうそう、ビーキャスがあれ何なのか私は分かってませんが。ディレイラーの調整とか自分でやってますか？ディレイラーまあ多少は。今日は青い服。青い。フロントバッグ。私は前そうだったんですけどね。ディスポアトス？ちょっと、3時間くらい前に寝る夫さんに後ろから狙撃されてますが、うん、狙撃されてるな、何の話なんだろうそれは。ネロさんこっち来てるってことあんのかな、可能性は。いやまさかそんな、というなんかフラグっぽいこと言ってみるけど、さすがに今輪行で到着したところだったらわかるけど、私がこの情今日こっちに来る情報を漏らしたのは朝8時半かな、予約した時にぐらいのはずなので来れるはずがない。それでもたまたま偶然来てたらどうしよう。前みたいに地酒フェアに来てるところに当たってたとか。行くんだっけ、私は分かんないです。うん、よし準備できた。じゃあ降りたらうーん、日渡ってるけど特に川ではないと思いますよ。メルオさんのついまった、ついまった。そうだ、 iPhone も充電しとこう、もう切れるから。ツイッターちょっと待ってください。ネローさんのツイッターを見ると嫌な予感がするんだけど、まあいいや。見てみるか。
これ他人だろ。どれが他人？結構ネロさんのツイートはですね、攻撃的なツイートが多いんで、私はあのよく見るグループから外してる。よく見ないグループに入ってる。ネロさんとは誰ですか？ネロさんはですね、あのどこでもネロさんと言って、あのどこでも寝る人なんですよ。あ、別人か、なんだ。いやいや、よし、じゃあ後ろに入れといて。そう、私はツイッターであの結構批判的な発言をがすごく目立つ人は別にリムったり完全に無視したりはしないけど、よく見るグループから外す。結構きついですね。あれ、グローブどこ行った？グローブ、グローブあった。なんかカルは使うよ。ん？カル、カルは使う？じゃあ僕も外されてますね。あなたも多分外されてると思います。自覚あるんだったら本当にそうだと思うな。あのグループっていうかリスト作れますよ。発言もそうかもしれないな。なんかカルだよ。なんか、あ、なんかカル、なんかカルですね。なんかカルは私は、そう、時計でもネルオさんです。山の上でもどこでも寝ますよ。それをステータスとしている人なので。愚痴のはけ口、そう、それ見るのは私辛いんですよね。だからそういう人は否定はしないが、あまり見ないよっと。あ、水もらいました。私はまだお茶があるので、ツイッターで、うん、まだあるある。多分筑波まで大丈夫だろう。これでカフェも寄るつもりだし、しかしカフェに寄ってまた食ったら、私ツイッター本当にあの薄く見てますよ。あ、そう、この前ホイールが壊れた方です。びっくりでしたよね、本当に。いや、お騒がせしました。あんな壊れ方初めて見た。で、かなり珍しいケースですよね。うん、あ、でもネット見ると3例か4例ぐらい。ネットで3例4例。あ、特にそのホイールに限らずですか。いや、そのホイールで検索したら。あ、出ました。まあ、ってことはやっぱりそういうのが起きうるホイールだったんだ。ツイッターと不具合ある意味がわからない。うん、私は Facebook の方がよくわからないんですよね。スマホの回答、ちょっと後で聞いてみましょうか。いや、でも多分聞いてないじゃないかな。まだやってない風だったので。あ、お助さんの方に行ってんだ。はい、お疲れ様でした。あれは本気で泣いてないな。あれちょっと演技入ってるな。赤ん子が騒いでるよ。ツイッターは生口の放送予告のために使ってる。放送予告、うん。よっと。私もまあ連絡と、あとなんか思いついて、これ人に知らせたいなとか余裕じゃないかなと思った時にやってるかな。だけでもないか。昨日なんかから話すとか。でもなんかからは私は普段から思ってたこと書いたんですよね。なんかからって話は、電車の中で隣の人が寄りかかってきたら私は温かくじゃないかもしれないが、基本的に肩は貸してやる方針です。私はあの眠気に抵抗できない人間なので、寄りかかってる人は別に悪気も何もなくて、あの仕方なくもう気を失うような状態なわけなんで、とりあえずは肩貸してやる。ちなみに昨日貸してやったおじさんはちょっと匂ってたな。少し匂ってたが貸してやった。で、あの自分がなんか博愛的な、そう、でも女性だったら逆にやりづらいんじゃないかなと思うんですけどね。避ける、あ、ホイールが、ホイールが避けるっていうのもすごいよな。再開できないもんなんですか、あれは。すごいな、俺は女子高生以外だったら席立つ。席立つ。私はその眠気にやられてる人たちに同情しますね。恐ろしい子。そうだよな、仕方ないよなって思いながら貸しますよ。たまにあの肩をガツンと突き上げる人いますね。おーいって感じで。あそこまでしなくてもと私は思うんですが、まあでもそれはその人は迷惑を被ってるわけだから悪くはないよな。
でも私は同情する。さて、じゃあリンリンロールまで戻ります。風がただから頭滑るでしょ。あ、こっからの景色も少し撮っておきましょうか。写真一枚だけ。寝るにはまだ早いぜ。で、始めます。俺は起こして文句言ってしまう、うん、文句、そう、うん、このぐらいの高さもやっぱいいですね。俺は電車に乗ること自体をやめる。電車に乗ること自体を。コメさんの動画でそういうのあった。へー、あのなんか時たま名前は聞くけどよくわかってない。でも確か自転車関係の放送やったことある人ですよね。そういう時はクセイゾって言ってやらないと。炎上関東平野って感じが。私はでも匂いに鈍感になりたい人間です。鈍感になりてー。スペタじゃないか。スペタなのか。気持ちが良さそうに。風もちょっと今あっていい感じですね。でもこの風向きどうだろう。ん、何を、何が大丈夫。高いから酷使してると割れることが多い。私と結婚してください。あ、なんと、またあなたか。はい。下り眠くなるんだよな。あ、GPS ログ大丈夫です。あの前は電池切れたりしてるのに。電池切れたりして気づかなくて切れあののがあったんですけど、今地図取り込んでバッチリメインとして使ってるんで、もう何の心配もありません。そう、ぬるぬる配信。下に降りたらさすがに電波良くなりましたね。涼しい。おお。わお。わお。怖いな、やっぱ怖いな、見てると怖いな。本人多分大丈夫なんだろうけど怖いな。すげえ、ダウンヒラーだ。いいですね。わらわら、早い。はい、しかもママチャリで普通のおっちゃんですよ、見たところ。ひょいとか言いながら下っていった。カーブどうですかね。こっちが遅すぎるのかもしれないけど、確かにあのブレーキで怖、私だったら怖いけど、どうなんだろう。そもそもどうやって登ったんだ今の人。スターさんなのかな。うわ、うん、自転車の隣で頭から突っ込んで断片褒め折っている人いるよ。延長どうだろう。失敗する可能性もありますね。か、確認しましょう。確認、延長確認、延長確認。あの一瞬で忘れてしまうので忘れないように、延長確認、延長確認、延長確認。やっほーって言ってた。やっほー、延長確認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 で、ど、延長確認、あ、あった、隙間、延長確認。ブレーキ使いすぎだな。そう、確かにブレーキは使いっぱなしですからね、私は。だ、来ました。あ、大丈夫ですね。で、なんかまたうなってる。よし、 PC やばいな。これもう液晶もですね、だいぶあの気泡が入り始めてて、やばいんですよ。良くないんですよ。PC やばい、PC やばい。買い替えるのは多分、レッツノート J10 だと思うけど、あれ、端子とかがな、位置が良くないんだよな。横にあるから、どうしてもこのウエストバッグの今のスタイルは変えなきゃいけなくなる。とな。そうそう、あの周りが全部平地なんですよ。だから眺めがいい。だけど PC が最近うなって困ってます。
あ、レッツノートも値段とか調べていつでも買う気はあるんですけど、ビジネス、うん、ボーナス、そういやボーナス出たな、出たな、ボーナスが出たな。そう、かなり大きくなって、あとその端子の位置とかが違うんで、ウエストバックじゃ多分が多いけど配信できなくなる。リュック形式にしないとな、めんどくさい。大きめのウエストバッグで入るかな。そのレッツは横長のその横側に確か端子があるんですよね。あ、そうそう、熱も持ちますよね。うん、分厚さもありますかね。ただマシンパワーは格段に上がりますが、ボーナス1億円はない。おお、こんなに登ったっけ。でかいウエストバッグで入るかな。 Z さんがペンで撮ってた。あ、さっきのダウンヒラ。自転車で使うと耐用年数短くなりそう。自転車、うん、まあそれはまあ今この私が使っているルックス U もボロボロですよ、かなり。さっき言ったみたいに液晶にもう気泡が四方から入ってきてるし、あの画面も傷だらけで、でたまに内部のファンが接触してうなる、ワン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 って。6億、私は1億まではない。ん、スクーター、あー、バスもあるか。あれはなんで開けてんだろう。牧獣2億、牧獣ノート、うん、どうだろう。ビビタル、ビビタル、オービタル、そう、あの秋葉経由で帰ろうと思ってるんですけど、ね、あれ乗り換えがめんどくさそうだな。あれ赤服の上り、上り、あ、それはどうでしょうネタかな。実はどうでしょう、まだ途中から見てないんですよ。カフェやってるかな、入れるかな。で、何ピットストップ、ピットストップですか、ピットストップだったかな。これ左でしたよね、さっき。秋葉、いらっしゃいませ。今のパソコンがそのいつ死ぬか分かんないんですよ、いろいろあのガタが来てるんで。端子的なところは今大丈夫だけど、筑波山口駅だけどバス停、いや違う、タクシー乗り場。じゃあ帰りに秋葉で買おうよ、値引き交渉俺らに任せてよ。値引き交渉あなたらに任せるぞっていうか、あなたらをリアルの人たちと接触させるのは私は無理。5000万は、あ、どうかな、5000万はないな。戻ってまいりました、恥ずかしながら。6億あるとあれもこれもできます。6億あると、うん、今右から先見ましたよ、なんか癖がついてきた。前のおっちゃんはええな。おっちゃん、さっきの人のことか。鳥居だ、ちょっと待った、それは何分前の。リロード願います、リロード。ニコ生値引き放送か、腕が鳴る。ああカフェが消えた、さっきあったカフェが消えている。カフェ消えてる。そう、今のがあの今私は今ビンビンロードって発音しそうになったな。危ねえ、リンリンロードです。危ない危ない。いや、サンジはよくわかんないです、何の話か。うん、タイムリープ。どこだったっけな。あ、ワープした。ん、ワープした。秋葉とネズミランドにはまだ行ったことない。私もネズミランドは行ったことない。
ロボさんはメーカーダイレクト配信を買うから、メーカーダイレクト、あ、でもレッツノート J10 はハイパフォーマンスモデルでいいかな。まだ回ってるのかって、また風、なんだこの風、予報と違う。あれは幻だった。リンリンカフェテリア、これから行くつもりですが、俺らはかなりレベルが低いから人には合わせられないよね、うん、レベル。茨城ローディーはいました？茨城ローディーは、あ、ちょくちょく見てますよ。さっきもあの移動カフェの時にお客さんとしていたし。あー、なんだこの風。筑波山から帰還しました。でも全然自転車少ないよね。少ないかな、うん。カフェは筑波北警察署の近くでしたよね。そもそも人が少ない。なんか山の近くって予報と違う風がよく吹くよね。あ、ですかね。冬場おろしが吹くんでしたよね。先のカフェね、まあ、左からよく見てるな。とっさに見たらやっぱそうなるか。筑波北警察署の北西、北西って言ったら左上か。なんだこの風っていうか、ここの木の灰具合からして、この風ってずっと吹いてんのか。木がみんな左から右に、ねえ、木の形おかしいですよね。なんで傾いてますね。あれ結構吹いてる。筑波おろしっていうのがあるらしいですね。あ、今のいいな。3、40代ぐらい、40代もいいかな。の、男女で、グループで、サイクリング。割とあの、初心者な感じの自転車見えたけど、どうかな。とりあえず。ちょっとカフェの場所確認します。はい、いいですね。見てますね。筑波北警察署でしたよね。筑波お、ないか。あれな出ない。まだ結構先ですかね。あ、そうだ、100、あったあった。125号のとこでしたよね。そうそうそう。125号をくぐるんだったか、超えるんだったかのとこでしたよね。国道、了解です。高松屋食堂、了解です。125号との交差あたりらしいです。交差のを下に行かなきゃいけないのかな、どっかで。風が。なんだこの風。ザマ公園の近くだな。ザマ公園のようだ。食堂、ああ、そうなのかもしれないですね。わからないけど。横風でしょ。横風です。まあ、向かい風じゃないだけいいですね。でも横風ってあんまり強いと息がしづらくて困る、はあ、うん。おすすめアプリある？おすすめアプリですか？ X バンドなんだっけ、あの雨を降ってる地域が見えるやつ。キツネカフェ、フォックスカフェっていうの前、あのラオス、あれラオスだっけ、ウトロだっけ、ウトロの方だったかな、北側は。で、あの無線電波を借りに行ったことあります。筑波おろしってやつか。筑波おろしですね。あのちょっと上りより風がきついよね。上りより、ん、上りより風がというと、えらいガニ股の人が抜いていったな。
あ、でした、ガニ股。気づかなかった。あの、今、向こう走ってる人かな。はあ、あ、風を切り裂け。風を切り裂いて、切り裂いて。今 FMLE でちゃんと来てますかね。対向車じゃない。対向車はまだ先だわ。精神的にきつい、眠い風。精神的にきついというか、体力的にも本当きついですよ。しかも何の見返りもなし。上りだったら下りがあるけど、下り部分少なくとも楽はできるが、風の場合何もなし。アウトランの、ああ、木の影がか。わかりますよ、それは。わかりますよ。こうなるとそうじゃないですよね。あの、木の影が次々通り過ぎていく感じですよね。アウトランは。マジカルサウンドシャワー。そう、MSS。アウトラン夏いな。あと、マジカルサウンドシャワー温度っていうのがあるのご存知ですかね。あ、やっぱり開発できない。でもできたいですね。欲しい、やりたいですね。何ができるかな。そのうち道が曲がって追い風になるよ。曲がって、今この向きだと、いやいや、スプラッシュウェーブ、あとパッシングブリーズ。マジカルサウンドシャワー温度で検索すれば出ると思う。そろそろ分かれ道か。分かれ道、あ、ここからまたしばらく、あの、この太い道沿いですね。頭の芯が眠てー。アプリ長者、アプリ長者なりたいな、なりたいな。今欲しいアプリとかあるかな。なんか具体的な、こういう動きが実装された方が、されたら嬉しいなみたいなのは何かあるかな。iPhone でアプリ当てると長者になれるらしいね。長者に。今フロントはインナーですか。フロントはアウターです。で、リアは今かなりほぼトップっていうのかね、一番重たいに近いあたりですね。サターン、あ、ですね。電動アシストがいいよ。8ビットマイコンのゲームを移植してください。8ビットマイコン。私は X1 の限りなき戦いとかを移植したいな。限りなき戦い、カタカナで。五反田のゲーセンだとギアが折れてた伝説が。ギアが、ギアガチャしないといけないのに。これ、そうですか。あ、リンニカフェテリア、そろそろですかね。国道との合流、あ、そうだ、もうそろそろだ。また地震が。地震多いな、今日は。千葉とか、あと茨城でもさっきあったっけ。千葉はさっきありましたよね、昼、あれ、2時、3時前だっけ。雨。そう、今回の梅雨は結構晴れ間多いですよね。この辺りですね、どっかにリンリンカフェがあるはず。限りなく描きたい。限りなき戦いの面白いところは、大体何でもかんでも壊せるところかな。敵兵士が弾を撃ってきてるところを突っ込んでいって、敵兵士の上半身を蹴り飛ばして消して殺すことができる。いい道、これはもう整備された自転車道ですからね。ギアは前後何歩や。前後3、9、27段。田んぼがすぐ横なのがいい。田んぼ、そうですね。さっき、あの、稲の匂いがしてました。この辺りではあんましないな。今度の辺は宮城沖の方ですね。あ、宮城。落ちてみて。さあ、どこだ、落ちてみて。今年は空梅雨というか。ゴミの見てを NG しようか。ゴミの見てを。扉を開けたら静香ちゃんのお風呂場に横なっちゃうアプリ。ハンドルバーを左に。そこの右手じゃないかな。この辺り？リンリンカフェ。渡ったらダメだよ。
あ、渡らずに今のところ角どれどれ